福井県農業協同組合は、福井県福井市に本店を置く農業協同組合。通称は JA 福井県。2020年4月1日に発足した JA で、福井県内の 10JA が合併して発足。北陸農政局管内では初めてとなる県域単位での合併となった。当初、構想段階では県内べての JA が合併して発足する予定であったが、 2019年5月に、越前竹布農業共同組合の臨時理事会において合併からの離脱を決定。そのため、新たに発足した JA 福井県の管轄地域は、JA 越前竹布の区域を除いた地域となった。組織手続き上は、旧福井市農業共同組合を、存続法人としてた組合を、九州合併した。JA 福井県の体制は、 県内を7つの地区制度で各地区に基幹支店が置かれている。発足時の組合員数は約10万3000人、職員数は約2300人となった。事業所あるいは店舗の詳細は公式サイトの支店、事業所一覧を参照。基幹支店には金融機関の支店コードがなく、JA バンク機能は併設もしくは近隣の支店、出張所で扱う。 本書も同様で、併設の本店扱い。ミネミナミの A コープ3店舗は、QJA が運営していたものを JA 福井県が継承している。また、JA 福井県は、CGC グループに加盟していた若さ農業、共同組合から、加盟企業としても継承している。各 JA が運営していた JASS や、旅行代理店、斎場なども継承している。 ありがとうございます。